ヒートは1995年のアメリカ合衆国の犯罪アクション映画。監督はマイケルマン、出演はアルパチーノとロバート・デ・ニーロなど。マン監督が自作である1989年のテレビ映画メイド・イン・エル・エイをセルフリメイクした作品でロサンゼルスを舞台に強盗団のリーダーと彼らを追う刑事を描いている。ロサンゼルスの昼下がり。 ニール・マッコーリー率いる強盗団は周到に練られた完璧な作戦で現金輸送者から麻薬カルテルのマネーロンナリング受けを委任であるバン・ザントの保有する無記名証券を奪取する。しかし、その際に新山のウェイングローが警備員を射殺。やむなく、ニールは他の警備員も口封じのため射殺してしまう。ニールは些細なことで警備員を射殺した。 ウェイングローを始末しようと考えるが、一瞬の隙をついて逃げられてしまう。一方、捜査を担当することとなった l a 市警察のヴィンセント・ハナ警部補は、わずかな手がかりから強盗団のメンバーであるマイケルを割り出すことに成功する。部下たちにマイケルの行動確認を命じ、マイケルと接触する強盗団のメンバーらしき男たちを一人ずつ炙り出していった。ヴィンセントは、 リーダー格のニールに注目し、必要に追求していく。ヴィンセントの仕事への執念は異常であり、その家庭生活は破綻寸前のところまで迫っている。三人目の妻であるジャスティンは薬物に依存し、連れ子のローレンは情緒不安定になりつつあった。ニールはバンザンとに証券の買い取りを持ちかける。しかしバンザンとは殺し屋を交渉の場に差し向けた。ニールらは殺し屋を射殺。 バンザントに戦線を布告する。ニールは、プロの犯罪者として、いかなる状況でも高飛びできるようにするため、私生活のすべてを封印していた。ところが、そんな彼のもとにイーリという若い女性が現れ、芝叩く間に恋に落ちる。そして、ニールは次の仕事を最後に足を洗い、彼女と共に、ニュージーランドへ移住することを決意する。ヴィンセントは揺さぶりをかけるため、ニールに話しかけ、 コーヒーに誘う。コーヒーを飲みながら身の上話をする、ビンセントとニールは、お互いの存在に不思議な共感を覚える。対極に位置する存在でありながら、どこかに通った部分がある。だが、敵同士の彼らは、次に会った時は必ず殺すと宣言した。やがて、ニールらは、ラストビジネスである、銀行襲撃を実行に移す。警報装置をすべて切断し、 完璧な計画は成功するかに見えたが、密告によって、ヴィンセントら LHK が銀行に急行。白昼のダウンタウンで、想像を絶する静絶な銃撃戦になってしまう。結婚生活も、崩壊寸前の最中、ニールが現れる場所の一報を受けて追うヴィンセント、イーリと、国外逃亡への準備が整ったニールは最後に、残ったイコンを片付けるため空港へ向かう。 空港敷地内で池を潜める二人の頭上で、Z 機の轟音が鳴り響く中、ヴィンセントの銃が火を吹いた。薄れゆく、意識の中にいルは、刑務所には入らないと言っただろうとつぶやき手を伸ばし、ヴィンセントはその手を握りしめる。20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンより2017年3月3日、発売の制作20周年記念ブルーレイには、ソフト版に加え、 テレビ朝日版の日本語吹き替えが収録。武器の名前。内話使用者名。批評家からは、好意的な評価を得ている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、アルパチーノとロバート・デ・ニーロが、スクリーン上で一緒にいる時間はわずかだが、ヒートはそのスターたちから説得力のある演技を引き出し、そしてマイケルマンの、このジャンルでの熟練ぶりを再確認させてくれる。 魅力的な犯罪ドラマである。であり、83件の評論のうち高評価は87%に、当たる72件で、平均点は10点満点中7.8点となっている。メトクリティックによれば、22件の評論のうち、高評価は15件、賛否混在は6件、低評価は1件で、平均点は100点満点中76点となっている。また、 あるシネマはオリジナルのメイドインに LA と比較して全く同じダイアローグ、カット割り、シークエンスだらけなのは構わないが、なぜほぼ倍の差しになったのかが不明。としつつも、ウリの12分の銃撃戦は音響も含めて迫力満点で、この部分だけは他のシーンと比較して数倍のバージョンアップになっている。と評価している。ありがとうございます。